リーひでチャンネル。はい、今週はですね、元フジテレビのプロデューサー、今もですね、渡辺光雄計画という、制作やイベント、いろんなことやっている、会社のですね、CEO 渡辺光雄さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日はもう全盛期の加熱買いまくった時の話をね聞きましたけど、あの人がですね、お前と渡辺光雄さんっていうのはね、どういう関係なんだというふうにね、質問が来まして、いや、私と渡辺さんはですね、実はね、非常に、まあこれはですね、何と言ったらいいのかな、あのフジテレビのですね、いくつかの失敗があったと思いますけども、その中でも結構ベスト3ぐらいに入るのかな、制作のあれだったら。いや、まあ、そんなことない。まあ、ビッグベスト10というね、歌番組があった。確かに、ね、僕の経験値の中で一番早く潰れた番組です。で、その時に、ザ・ベスト10って、黒柳さんと久米さんがやってましたよね。あれがもう本当ね、絶好調の時で、で、それに対抗して、いや、今考えるとね、結構、その塚田茂さんが構成してて、いろいろやったんですけど、面白かったですよね。例えばね、小林幸子さんが思い出酒の年で、ね、それで、新幹線でね、どっか小田原の駅とかね、新横浜まで一回忘れましたけども、着くんですよ。ふと息切らして、わーっと走ってきて、で、それでね、駅のホームで歌うんですよね。思い出酒を。うん、そうすると、それを見てた塚田茂さんが、おし、じゃあ、うちの方は明日、ね、木曜日がザ・ベスト10だったんですけど、ビッグベスト10はね、翌日の金曜日の夜8時だったんですね。じゃあ明日は、うちは山手線だっていう。ね、それで、山手線のセット作るんですよ。で、私今でも覚えてますもん。セリフ、私司会者その時、ね、あちら、新幹線、こちら、山手線ですって言うとね、山手線のね、セットの前でね、小林幸子さんが立って、かわいそうにね、歌をされる。思い出すか、覚えてない。覚えてない。とかね、ありましたか。それからね、松坂慶子さんの愛の水中歌っていうのが流行ってて、ね、それでね、スタジオ、広いスタジオをですね、全部、松坂慶子さんの第何位か忘れましたけど、愛の水中歌を歌うためだけのセットを作って、東京中のね、バラの花を買ってきてね、みんな、やりましたね。敷き詰めたんですよね。はい、やりましたね。東京の花屋さんでバラがなくなっちゃったって言うんですから、ものすごいね、もう本当ね、金の使い方で。で、残念ながらね、司会者がダメだったんでね、5ヶ月でずっこけちゃったんですけど、それの時の、ディレクターが渡辺さんだったんですよ。だからなんとなく続いてきたんですよね。そうですね。まあ、古き良き時代です、ね。古き良き時代、そう。金はいくらでもありましたからね。ね、いやだけど、あの時は、私にとっては、フジテレビに、登場するっていうのは、もうやっぱり願ってもないことでね、うん、もう、やる気十分の時ですから、で、38ぐらいだったかな、考えてみると。それで、司会やれっていうふうに言われて、嬉しかったですよね。で、僕はね、2回ね、すごい夢を見させてもらったことがあるんですよ。で、その時もね、最初はね、ビッグベスト10で、塚田さんがね、塚田先生が、高島さん、来年はね、もうね、街歩けないよ。もう売れちゃって、もう大変だからっていうね。あの人そういうこと言うじゃん、ね。もうね、金は入ってくるわ、女にはモテるわね、もう来年は大変だからって。ね、今のうちに、俺の事務所に来ないかとか言っちゃってさ、ね。まあそれはまあちょっと余談なんですけど、そういうことがあって。だけど、真似してるとかなんか言われてね。残念ながら、受けなかったんですけど。あれ、3年 B 組金八先生が一緒だったのはまずかったね。あれ何でしたっけ？あれ TBS がさ、武田鉄矢さんの金八先生で、で、4チャンネルが太陽に吠えろですよ。で、10チャンネルが古舘さん売り出しの猪木のプロレスですよ。で、12チャンネルが玉置博さんの民謡です。で、NHK は NHK 特集ですよ、確か。裏ですか？裏。よく覚えてますね。いや、だって僕にとっては非常に重大なことだから、渡辺さんはワンの無線かもしれないけど、私はほら、これをね、きっかけに、ね、バッとこう、ね、華々しくテレビにデビューして。でね、あの時ね、だから面白いなと思ったのは、その後時代を作るね、
タモリさんとか、ああいうのまで、そのビッグベスト10で聴取率が下がってきちゃってダメだったんで、タモリさんの方に出てもらったんですよね。それからあと、加藤ちゃん、志村さんのあの、ヒゲダンス。あ、ヒゲダンスね。ジャンクジャンク。なんだか知らないけど、ベスト10番組に間が出てきて、だからいかにその数字取るためにね、いろいろもう渾身の努力をしていたかっていうのはよくわかるんですけど。あれがきっかけ。ミノモンタいましたよね。うん、そう。ミノさんがね、あの、10チャンネルでした。あ、10チャンネル。水沢明さんと一緒に。あの、スメラギさんというプロデューサーがいて。で、我が方は引田さんね。それから井上慎吾さん。それから、あの、渡辺美壮さんで。その当時、まあ、ミノモンタさん、ラジオ出身でやったの、あの時はミノさんだけ？そう、私とだから、あの、ミノさんは、テレビに登場したのは全く同時期なんです。あ、そうでしたっけ？そう。で、両方とも残念賞だったの。ああ。うん。で、それから、あの、ミノさんは10年ぐらいずっと至福の時間があってね、うんうん、それで日本テレビの、あの、午後の番組で、わーっと息を吹き返すんですけど、で、私はもうずっとそこからもうラジオ。ラジオ、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 もうずっと。うん。12チャンネルは2年半ぐらいやりましたけどね。みんなひどいこと言うのね。12チャンネルやってる時に渡辺さんが言ったのも覚えてるよ、俺。高島さん、12チャンネルいくら出てもダメだから。言った、俺に。言いましたっけ？言ったよ。だからそんなもんかなと思ってさ。言われた通りでしたけどね。だけど、いや、今日言いたいのはね、この生き馬の目を抜くテレビの業界で、その突破ゼロのラジオのね、世界なんかもね、似てるんですけど、番組はいろいろ一緒してもね、成功しない番組でね、その後にね、あの、友達になるっていうことはね、まずないんだよね。だから。ですか。ある渡辺さんは。渡辺さん結構、博愛周囲に及ぼすみたいな、僕はあまりそういう形で友達関係を選んだことはないんですよね。あ、そう、偉い、はい、うん。ないんですよね。要するに、極端なし、自分に合うか合わないか。うん、ただ極端なし、それだけ、うん。それだけです、僕はね。大体業界、ほら、勝てば官軍でさ、もう言いたい放題でね。それでもう失敗した番組なんか数多くあるのに、もうみんなそんなことは忘れて、そんなことあったかな、なんてね。三四さんに昔々インタビューしたら、あの人なんかでもね、失敗した番組山ほどあるのね。屍類類類なのね。でしょうね、でしょうね。ね。だから、どっかでなんかポンと当たれば、将来が続くんですよね。だから僕はね、最初にやっぱりね、でかい番組に出過ぎちゃったね、あれ、いきなり。いやいや、ゴールデンタイムで。そうね、僕もあの、ビッグベスト10があんなに早く終わるとは僕は思わなかったけれども、ただ、まあ別に、誰のせいでもないんですよ、ああいうのって。時代ですよ、時代。うん、ね、うん。それで、要するに、あの時、みんな、やはり、ベスト10番組として切磋琢磨した時代ですから、逆に言うとね、はい、要はね、はい。で、まあ、僕らは、ヨルヒットの前世だったわけで、うん、要するに、それを機に、要するに、もう一度乗っけてやろうという意識の中にあったわけで、だから、あの、その本体はあくまでもヨルヒットだったですからね。はいはい、だから、そういう形でもって、ああいうベスト10番組を作ろうっていう形になったんだけど。まあ、あの、みんな似たようなことばっかしやってたことで、そんなにどこがいいって、じゃあ司会者が、じゃあ久米さんが良かっただ。だから、要するにね、あの、何、あの、紅さんが良かったかということではなくて、もう、あの時、やっぱり、一番最後にベスト10番組やったのはフジテレビで高島さんと僕らだったと思うんですよ。要はね。うん、その前に、要するに、あのベスト10だったらビッグベストだ、ビッグベストうちですか。要するに、ね、ザ・ベスト10とか、要するにトップ10とか日テレとか、うん、そういうのたくさんあった分で、僕らが一番最後に、そのベスト10番組をやったわけで、やっぱりああいうのがあって、やっぱり傾向としては、やっぱり、新参者ってやっぱりなかなか難しいですわ。渡辺さん、家族いろいろほら、あの、芸能人のね、いろんなほら、あの、マル秘報告だとか、はいはい、なんかこう、アイディアに満ちたものをいろいろやってましたけども、はい、あの、失敗した番組って言うと他にはどんなことあるんですか？僕もね、あれ参っちゃったなっていうの。いや、いろんなのやりましたね。もうクイズ番組、小川博さんのクイズ番組とかね。知らない。ね、小川博さんのクイズ番組とかね、思い出せないぐらいやったなぁ。だから全部が全部当たって、
ったっていう。なんか法則みたいなのあります。こうやるとね、成功するケースが多いとか、こういうのはちょっと失敗することがあるよな、みたいな。ただね、実は、僕の時代で僕はたまに、要するに、まあ、話すチャンスがあるとき、必ず言うんですけど、僕らの時代ってテレビという、まあ、出来上がってすぐではないんですけれども、要するに成熟期になりかけだった頃なんで、何でもありだったんです。何でもあり。規制では当然、電波預かるから規制っていうのは当然あるんだけど、中身のところに関しては、その、今みたいにこんなに、ああじゃない、こうじゃない、ああじゃない、こうじゃないっていうことはなかったんですよ、要はね。なんで、要は、まあ僕は、まあ歌とバラエティは専門だったんですけど、要は自分が楽しいことをやれば相手も楽しいだろうという、ただ単にもうな、おもちゃをもらった意識ですかね。そっから始まって、俺が楽しいんだからみんなも楽しいだろうというようなことの、から発想からして、あのスタードッキリっていうのを作ったんですよ。それで、あの時は要するにドッキリっていうのは日テレの老舗であったんですよ。海外のドッキリ。そうすか。海外のドッキリをそのまま放送したりなんかする。ただびっくりさせるだけ。という部分って多々あったんですよ。で、要は、自分が面白ければ、絶対相手も面白いだろうという部分の中において、ああいう番組を作って、それで、その時塚田茂が、要は、人を脅かすだけじゃいけないから、やっぱり、ヒューマンも作ろうよって言って、ふるさとシリーズなんていうものをなぜか作らされたわけね。要はね。いや僕はどっちかっていうとそっちの方がタイプ的には好きなんだけど、ね。で、要はその実家に行って、ね。要するにどういう生い立ちをしたかみたいな、なんだロケのやつもちょっと入れつつ。なんか見たくなりますね。そういうのを入れつつ、それで、あとそのドッキリで面白おかしく見せるっていうような形のものをとりあえず作ったわけですよ。で、さっき言いましたように、要するに何をしちゃいけないっていう規制の中においては、そんなに昔、今みたいな規制はなかったので、さっき僕の精神は、絶対俺が面白いってことは、絶対視聴者が面白いって、もそこから始まってますから。だから要するに内容も全て、ね、これやったら面白いだろうな。それで、それこそ、危ない面もたくさんありました。今やったら絶対難しいっていうの。乗ってる時っていうのはね、そういうもんですよ。ね、乗ってる時はね。でも、本当に。疑問に思わない。これ絶対面白いよって。今間違ったら人死んでるかもしれないみたいなこと。だって平気でありますよ。ね。だから、確かにそれがなかったことはラッキーだったかもしれないけど、一番面白かったのはね、いっぱいあるんだけど、その中の一つ言うと、石の孫を連れてヘリコプターに乗っけたんですよ。ヘリコプターを乗せた、はい、石の孫ちゃんに。はい。それで、要するに、パイロットにプロペラ止められるって言ったら、止められるって言うのよ。ね。それでかけられるって言ったら、かけられるって言うのよ。本当大丈夫かけるって何？いや、一回止めるから、シャーッと落ちるじゃないですか。で、またブルッ、ブルッ、ブルッって。またかけられるかっていうね。そうそうそう。ああ、わかった。できますって言うの。今、こんな企画絶対通りませんから、はっきり言って。それでやったの？やった。ブルッ、やった。ってやつをバッと止めちゃった。それで、石黒誠と乗ってカメラマンと、あの時、亡くなった小野康さんがレポーターで、で、僕と乗って、で、石黒誠乗って、で、パイロット乗って、それで、要するに、ヘリ乗って、要するに、まあ、石黒誠ちゃんの方には、じゃあ、東京の観光を、あれをやりましょうって言って、で、行って、で、あと、これつけてるから、パイロットに、じゃあ、カメラマンに、じゃあ、止めてもらうから、ちょっとスタンバイ大丈夫とかって言って、大丈夫ですよ、とかって来るから、じゃあ今止めて、って言ったら、ポッと止めたらもう、シュッ、こんなになっちゃって。ね。もう、もう分かんないな。ただ、もう落ちた瞬間に、つけてってすぐ言ったっていう記憶がありますよ、僕を。僕も。でも何事もなく済んだ。どうにもなく。また映像が面白い。ね。それで、あの時、要するにね、スローモーションが実は機械的にすごくできた時代。要するに野球で、スローモーションを流す時代だったんですよ。ちょうどスローモーション、だから要するに野球打ったホームランをスローでっていうのを、要するにナイター中継でよくやってて、僕らみたいなバラエティにはそのスローの機械貸してもらえなかったの。で、高いから。ね。
ところが僕、ああいう瞬間芸っていうのはスローにした方が面白いわけで、ね。要は、それで貸してくれって言って、技術に言って、で、そのスローを、落ちる瞬間をスローを吸ったら、こんな顔になるわけです。じゃないですか。なんか圧力の感覚。圧力感覚ね。ガーッと落ちるから。うんね。で、それに音楽つけたらやたら面白いわけ。やたら面白いわけ。で、で、それが発想で僕はジェットコースターのスローモーションを作ったわけ。あそれで、マンボナンバーファイブを、じゃんじゃん、じゃ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 って言って音楽をつけた。うん。ね。それでその時に普通にスローやっても面白くないなと思うから、これやっぱり音楽に合わせて止めたりすると面白いなと思ったわけ。ね。ところが、あのバンっていうのは、実はあの当時のバンっていうのは、要するに本当のバンで、針でスローをさせるんですよ、ゆっくり。へぇー。針で。レコード版の針と同じ。なんで、あんなもん叩いたら飛んじゃうんですよ。要は。けどあれ、音楽に合わせてやらないと。今から考えるとやばいわけね。やばい。で、音楽に合わせてやらないと面白くないから、僕はカセットテープをつけて、映像を見て、このバンを見ながら、要するにフォーエンドバックって言いながら、ダッダン、ダダダダン、ダダダダン。めちゃくちゃ面白いから、明日もやりましょう。続きを聞きましょう。渡辺光雄さんでした。明日最終回になります。よろしく。失礼しました。